喜ばれる、自分も周りも共に幸せ、小林製菓。前書き。普段私たちは自分で立てた人生の目標に向かって自分の人生を良くしようと生きています。そのためにいろいろと努力し頑張って人に抜きんでようとします。そこで様々な苦労やストレスを抱え込んでしまいます。これとは逆に、人からの頼まれ事をこなし、人に喜ばれるような生き方をし続けることで、全く別のものになってしまう人生もあります。私自身も頼まれるままに人生の様々な話をするようになり、それで全国各地を回る生活が続いています。これはもともと私が望んだことではなく、周りに要望されるままに始めたことなのですが、それで自分も周囲も楽しい時間を過ごしています。私は夢も希望もなく生きていますが、十分幸せなのです。そしてこれはどなたでもがそうしたいと思えば何の努力もなしにできることです。自分の人生をまず良くして、それから他人を良くしようというのではなく、いつも周りが喜ぶことを自分の喜びとする。そこには争いも対立も存在しようがありません。自分が何かを人生で成し遂げたいと思っても、周りを無視し、周りと対立しながらことを運んでは、最後にはうまくいかなくなるでしょう。そのような人は、楽しくもなく、一人ぼっちで人生を終えるかもしれないし、宇宙と仲良しでもありません。自分の周囲にいい思いを投げかける。そうすると、それは、倍になって帰ってきます。周りに喜ばれれば、自分も周りもみんな楽しくなるし、宇宙もそのような人を応援してくれるようです。人間は喜ばれる存在としてこの世に生を受けたのではないでしょうか。この本にはそのようなお話をはじめ、人生を楽しく生きる宇宙の法則がたくさん書いてあります。ちなみに私がこの本の中で言う宇宙の法則とは、私の発見した人間や人間社会に存在する共通性、共通項のことを言います。皆さんがこの本をお読みになって喜んでいただけるなら、私にとってこれに勝る喜びはありません。2007年11月、小林製菓。第1章、周りに喜ばれる。みんなが口ずさめる歌を。素晴らしい歌唱力だが。ある人たちの結婚式とお祝いの会があり、そこで本格的に歌ってくれた人がいました。その人はジャズのセミプロで、得意とするジャズの曲を生演奏に乗せてのステージでした。でも外国語で独特の難しいメロディーが聴いている人たちには分かりづらかったようです。大変上手だったのですが、淡々とした拍手で終わりました。翌日、朝食の時にその歌手の方と一緒のテーブルになりました。もしかしてファンやステージが増えていないのではありませんか?と。その通りです。ステージの数は多くないので、歌う仕事の他にアルバイトをしています。とのこと。そこで昨日のステージで感じたことをお話ししました。前日の結婚式に集まった人たちは、40代、50代のジャズのことはよく知らない人がほとんどだった。
どちらかといえば演歌や歌謡曲などの方に慣れ親んでいるかもしれない人たちです。その人たちの前で自分の得意な分野のものだけを歌うことは自己満足で喜ばれることにはならない。この場合はみんなが知っていて口ずさむことのできる曲を歌う方がずっと喜ばれます。その方は素晴らしい歌唱力を持っていました。その力で演歌や童謡などみんながわかる歌を歌えば聴いている人たちも一緒に楽しめたのではないでしょうか。カラオケでいろいろな年代の人たちが集まると20代の若い人が流行の曲を歌うことがあります。こういう時にみんなの知っている歌を選曲することも喜ばれるということです。喜ばれる存在という方向に、私は人間とは人に喜ばれるためにこの世に生まれてきた存在だと思っています。喜ばれる存在であるとは人のどんな行動にも現れますが、歌を選ぶ時にもそれは現れるのです。自分の生き方をすべて24時間ずっと喜ばれるようにセットして、ありとあらゆる場面でそのように実践していくことを考える。自分という船を喜ばれる存在という方向に自動セットして、24時間365日そのセットを続けていくのです。そうすると3年ぐらい経つ頃から投げかけた分の利息とともにポンと降りてきます。でもあれをしよう、どうにかしようと自分でしようとしているのは今を気に入らないと否定していることになるので叶いません。ジャズシンガーの方はこれから喜ばれる存在という方向にセットして、少しずついろんなジャンルを取り入れて歌ってみますということでした。3年後、投げかけた分が大きくなって帰ってくるかもしれません。目の前のものすべてを大事に。植物におはよう。私たちの目の前にあるものを大事に扱うことは、喜ばれるように生きるということにつながっています。あるところで盆栽歴50年の名人の話を聞くことがありました。15歳の頃から50年かけて盆栽をずっとやってきて、たくさんの賞を取った方です。この盆栽日本一の名人が、植物のことで3つだけ分かったことがあると話していました。1. 植物は人間が好きで好きで仕方がない。人間が近寄ってくるとワクワクドキドキするらしい。2. 人間からおはよう、こんにちはなどと声をかけられるととても嬉しいらしい。3. その人から称賛されると、この人のためなら死んでもよいと思うくらい幸せを感じるらしい。逆にプランターや鉢植えを枯らすために簡単な方法は無視をし続けることだそうです。植物に全く声をかけなくなるとあっという間に枯れてしまうということが50年かけて分かったそうです。街路樹も人間が近づいてくると嬉しくてワクワクドキドキするらしい。おはようと声をかけられるだけでもかなり嬉しいのだとか。ということは、毎日その街路樹の脇を通る同じ人が自分におはようと言ってくれていると、その植物はこの人のために何かしてあげようかなと思うようになるかもしれません。この人がある日、今日は運動会だから晴れてくれるといいなと思いながら街路樹の脇を歩いていたとします。植物は日の光や雨水などで空とつながっているので、この人のために
今日は運動会を楽しめるように空を晴れさせてくださいと空にお願いをしてくれるかもしれません。植物を味方につけると天気など自然界のいろいろなものが自分の味方になるようです。その味方になる植物をたくさん作っておくとそれだけでも面白くなりそうでしょう。道具を味方にする。私たちの魂は喜ばれる存在であることをテーマに何万回と生まれ変わってきました。今私たちの目の前にあるものにもすべて同じテーマを持った魂が入っています。その魂を大事に扱うことも喜ばれるように生きていくということになります。例えばコップを持つときにもう片方の手を添えると落とされる心配がないのでコップに入っている魂は安心します。ああこの人に持ってもらってよかったと。これも喜ばれるということ。台所の包丁をいつも磨いてきれいにしている人がいるとします。いつも丁寧に扱っていて使ったまま放っておいたりしない。そういうことを日常的にやっている人がある時たまたま台所で腰のあたりに包丁がありそれに体が触れて落としてしまった。当然鉄の方が木よりも重いので重心のある刃を先にして落ちていきます。そのまま足の甲に落ちれば大怪我になります。それがいつもその包丁を大事にしていた人の足にはなぜか柄の方から落ちるということがあります。普段から丁寧に使っていたおかげで包丁自身が刃ではなく柄の方から落ちてあげようかなと思ったのかもしれません。日常生活で使う道具を大事にしている人は道具からお返しをいただく。これは仕事でも同じです。私の本業は著述業です。著述業で大事な道具というのが何かわかるでしょうか。文字を書くペン、ノート、それらの道具も大事ですが実は言葉、日常の話し言葉から関わってきます。ですから日常生活ではなるべく語尾にです、ますを使っています。また人の名前は年齢、男女を問わず〇〇さんと呼ぶようにしています。敬語には大きく分けて3つの種類があります。丁寧語、尊敬語、謙譲語。これらを上手に正しく使いこなせるようになると楽しくなります。敬語というと堅苦しいとかへりくだったイメージを持つ方もあるかもしれませんが、それを聞く相手とのコミュニケーションが良くなるという面もあるのです。日本語を大事にしていたら日本語からお返しが来て著述業で食べられるようになったのかもしれません。投げかけた喜びは返ってくる。そういうふうに物にも全部意思や感情があるようだということがわかると私たちは生きやすくなります。自分の力だけで生きているのではなくてありとあらゆる周りのものをすべて味方にしていくとものすごく面白いという生き方に気づくでしょう。コップや茶碗を両手で受け取る。植物を褒めたり動物である犬や猫を可愛がるなどして喜ばれるように生きていく。喜びを投げかける対象は日常生活のすべてです。特別な人、こと、ものというのはありません。いつかそのうちにではなく今目の前のものすべてに投げかけるということ。狙いを定めずひたすら喜ばれるように生きていくと自分にも投げかけた喜びが返ってきます。